今日は鳥のひなの成長記録をお伝えするよ。赤ひげっていう鳥だよ。裏の小屋にネギの球根を置きに行ったとき、なんかどっかからピヨ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 音がするんだ。あ、鳥や。何の鳥？まさか段ボールに鳥の巣があるとは思いませんでしたね。ここからか。うわ、このままにしといて。まだ目が開いてないから音や振動で親が来たと思うんですね。餌をちょうだいちょうだいって口を開けるんだ。そっとしとこう。ヒナを発見して3日後ぐらいになるとまぶたがなんかしっかりしてくるね。もうすぐ目が開くのかな。翌日様子を見に行ったら親鳥がいました。ちょっと暗くて見えないけど警戒してるね。親鳥がびっくりして飛び立っちゃいました。逃げない逃げない逃げないよ。あ、そう、そっから逃げた。親鳥の姿を見る限りこのヒナは赤ひげかな。びっくりさせてごめんね。その翌日覗いてみると親鳥はいないけどヒナは落ち着いてるな。だいぶ毛が生えてきてるな。さらに3日後の写真を見てみるとヒナの目がしっかりと開いてるね。目が開くとちょっとした音に前はピーピー鳴いてたけどもう鳴かないね。親鳥の区別がついたんですね。成長は嬉しいけれどちょっと寂しいみつまるさんでもあります。さらに2日後を見てみると羽がしっかり出てきましたね。ちょっとグロテスク。さあさらに翌日はもっとふさふさになってきます。この時期のヒナの声を録音したのでお聞きください。だいぶ声もしっかりしてきましたね。さあさらに次の日もうふさふさです。飛んじゃいそうですね。実はこれが最後に見たヒナの姿なのであります。まさかこれがさよならになるとは全く思いませんでした。次の日、また今日も挨拶しようと小屋を訪れるみつまるさん。もう、いない。本当や。これから飛ぶ練習でもするのかなと思ったら、一気に飛び立っていってしまったようですね。みつまるさん、赤ひげロス。翌日、ひなに似た声がしたので、外を歩いてみましたが、姿は見当たりませんでした。この森を、5匹のひなが元気に飛び回って成長できるといいな。いつの日か、親になってたらまたあの巣で子育てしてもいいかもね。島の暮らしに興味がある方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
みつまる300.comからブログも見れるよ。待ってるよ。